パナール24はパナールが製造・販売していた自動車である。この車ブランドは1963年から1967年まで生産された。最新モデルはフランスの最も古い自動車ブランドの生産の終わりを示している。当時提携関係にあったシトロエンの影響が感じられ、特にフロントエンドには1968年以降の シトロエン DS との共通性が強いボディを持ち、2ドアクーペは 24C、1965年に追加された2ドアセダンは24バイトと、それぞれ呼ばれた。エンジンは1946年以来の 850cc の空冷水平対向に起動。シトロエングループ内においては、アミロクと ID19 の中間車種として、スペシャリティカー的位置づけを与えられていた。 高出力版、ティグルも引き続き存在し、それぞれ 24BT24CT と呼ばれ、1965年以降は上級シトロエンに倣って4輪、ディスクブレーキが与えられた。世界最古の自動車メーカー、パナールの最後を飾るにふさわしい、優れた車だったと言われるが、1965年にはパナールの乗用車部門はシトロエンに完全に吸収され、 1967年には一般向け乗用車の生産を終了。24は消滅した。生産台数は28,945台であった。1970年に発売されるシトロエン GS には24の技術的ノウハウが生かされたと言われる。日本にもシトロエンを扱っていた日仏自動車が代理店となって少数輸入された。 1963年のパナール 24CT。パンハート24はパンハートとラバスターによって製造された最後の車。この会社は1890年に世界で最初に自動車の大量生産を開始。第二次世界大戦後、パナールはフランス国からアルミニウム車を生産する可能性を獲得。ダイナ X に続くダイナ Z は1957年頃。 アルミニウムは、Z のスチールから PL17 にとって変わる。条件に応じた24の価格ソース、http://www.lva-auto.fr/cout.php、idmark=MA105&、idmadal=MO575&、ラッシェールキタイプ =1。ありがとうございます。